1954年、岩渕達夫は日本のジャーナリスト、政治評論家、宮城県出身、早稲田大学文科を中退。1928年から自由通信社、国民新聞、読売新聞、東京日日新聞の政治記者。その後は政治評論家として雑誌、中央公論、改造で執筆活動を行った。国民新聞時代以来、 ババツネゴに指示した。岩渕は1936年3月から半、統制派の新聞記者として知られていた。その年彼は憲兵隊に呼ばれ2.26事件をめぐる状況や、統制派の中国侵略計画について批判的な記事を書くことを禁じられた。同年9月までには、彼は中国は、下北において、対日長期消耗戦を行う用意があると。 確信するようになり、1937年には、この絵踏み丸にといて、総理就任を固辞させ、日本の侵略の責任をまともに軍部に負わせようとしたが、果たせなかった。その一方で、岩渕は、早くから行動派を使って統制派を追放することを唱え続けていた。彼の見るところ、行動派は、陸軍内部で、主な対抗派閥であるばかりでなく、軍は政治に、 関与せずの原則を掲げ、かつ、反素反響思想であるという点で、彼と同じく自由主義的価値観を持っていた。太平洋戦争末期の1945年初め、岩渕は、この絵や吉田茂を中心とした、いわゆる、ヨハンセングループによる、早期終戦の和平工作に参加して、この絵上層文の装甲作成に関与した。彼はこのグループ内で、 最も活動的な工作者として皆を励まし引っ張っていく役回りであり、このため同年4月に吉田茂、植田俊吉と共に憲兵隊に逮捕されたものの、その後釈放された。敗戦直後の時期の岩渕は舞台裏で何がしかの政治的影響力を用いた。その一つが憲法改正への関与であり、日本人による自主的な憲法改正を目指していた岩淵は、 まずこの絵に憲法改正案を作成するよう説得した。しかし彼の案が保守的内容であったことに失望し、11月、高野岩三郎を中心とする憲法研究会に参加、民間からの改正案作成に従事することとなった。彼の会見構想は天皇から退、その一方で岩淵は行政機構に民間人を採用する要心文などで提言した。 翌1946年には、貴族院直選議員に選ばれるとともに、読売新聞に復帰主筆になる。その後、友愛で有名な、自由と人生の出版を働きかけ、関西に旅行しようとする鳩山を、三木武義に引き合わせるなど、鳩山一郎のブレーンとなって、第一次、鳩山内閣の実現に力を尽くした。原子力基本法にも深く関わっており、三木に、 中曽根康弘の抜擢を後押ししたとされ、科学技術庁の顧問を務めた。1962年国鉄理事。1965年君一等随法省。1975年に死去。平野事件。ありがとうございます。